ン事業専門の税理士川南です。本日の動画は皆さん便利で使ってる電子決済について、 Suica や PayPay 使ってはいるけども後処理どうしてますか、電子決済の使い方のコツも動画で伝授しちゃいます。私はオンラインサロンを運営しています。また SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやっています。また自営業向けに本も出版してます。本と SNS どちらもぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、 Suica、PayPay などのチャージ式決済の仕分けの処理について動画で解説していきます。はい、本日の内容です。まず最初にチャージ式決済って一体何なのかについて簡単に解説をします。そして2つ目は記帳方法について、一体どうやって記帳していけばいいのか、3つのパターンで具体的に解説をしていきます。3つ目、めんどくさいを回避するコツを教えちゃいます。電子決済は便利なんだけど後々大変めんどくさいことに陥るパターンがありますので、そちら解説しますので動画最後の方までご覧になってください。はい、ではまずチャージ式決済ってどういうものなのかと言いますと、皆さんご存知のようにね、 Suica や PayPay などが有名かなと思います。要は電子マネーと呼ばれるものですね。電子マネーと呼ばれるものにはこのようなものがあります。皆さんもね大体ご存知だと思うんですけど、今日の話はねこれらの電子マネーについての会計処理の話だっていう風に理解の方お願いします。そして電子マネーの特徴なんですけど、やはり何といっても1つ目、すごく便利です。使い勝手がいいのでね、皆さんついついこれでね支払いしている方多いんじゃないでしょうか。また会計ソフトと連携も可っていう風になってきていますので、連携をするとすごく帳簿経理が楽になるという風なメリットもあります。以上のことも踏まえてね、皆さんもね仕事での経費の時にこのチャージ式決済、要は電子マネーを使っている方が増えてきてると思います。実際に見ていてもね仕事での利用が増加してきてるなという風に感じています。でもどうやって経理処理ってすればいいんでしょうか。皆さんね知らないとかね、なんとなく使ってはいってこういう風に処理してるけど合ってるかなっていう風にね不安に思ってる方もいると思うので、実際に仕分け方法について次のスライドから見ていきます。はい、それでは記帳方法について3つのパターンがあるので、まず最初に3つのパターンがどういう方法かをざっと最後まで見ていきます。まず1つ目、チャージした時と支払った時の両方で記帳する方法が1番です。この1番目の方法が原則的な方法、まあおすすめです。手間はかかるんですけども一番基本的な方法になりますので、おすすめは1番です。そして2つ目の方法はチャージした時だけに記帳する方法です。こちらは使用用途が決まっていればありかなという形になってます。どういうことかと言いますと、Suicaを仕事用の旅費交通費にしか使わないみたいな形で、使用用途が決まっていれば2番の方法も OK です。そして3つ目、支払った時にだけ記帳する方法です。こちらが一番手軽な方法ではないでしょうか。このように1つ目、2つ目、3つ目とありますので、こちらちょっと頭に入れていただいて、順番に実際の仕分け方法について解説をしていきます。はい、それでは3つのパターンをね順番に紹介していきます。まず1つ目のパターンですけど、チャージした時と支払いした時と両方で記帳する方法ですね。これがベーシックおすすめの方法になります。どうやって経理処理をしていくかと言いますと、まずチャージした時は例えば3月の3日に Suica チャージしたとします。その時には前払い金現金1万円という風に記帳していきます。お金をね先に払ってるんだけど経費にはまだ計上してないよっていうことになるかと思います。じゃあ支払った時にはどうやって経理処理をするか見ていきましょう。支払い時には例えば3月の20日に2000円払ったと、その場合旅費交通費で前払い金2000円という風になります。次3月25日に Suica で消耗品を買った場合は消耗品前払い金800円という風に、チャージした時に前払い金お金の先に払いましたと、で支払った時にその都度何にいくら使ったかっていうのを記入していく、まあ記帳していくというのが1つ目の方法です。じゃあ2つ目の方法ですね、チャージした時だけに記帳していくという方法です。チャージ時の仕分けについてで解説します。どうなるかと言いますと、同じ3月3日に1万円チャージしたとしますと、旅費交通費を現金で1万円チャージしましたとします。そうするとこのチャージの時だけ記帳するっていうことですので、この時だけにしか仕分けは来ません。ですのでここでいろんなものがねミックスしてしまうとややこしくなってしまうのと、このね手軽な2番の方法使う意味がなくなりますので、先ほど最初に説明したように使用用途が決まっている場合ではありですよっていうのはこういうことです。要はもう旅費交通費にしか使わないから
からチャージの時にもう経費として上げていくってことですね。その代わり注意点が一つ1点あるんですけど、決算の時にね処理をしないといけません。この方法ですと決算の時に要はスイカの残高、残ってる使い切れてない部分を計上しないといけなくなるんですね。どういう仕分けをするかと言いますと、12月31日の決算時に前払い金、旅費交通費5000円、例えばスイカの残高が12月31日でまた5000円残ってたとします。まだ使えますもんね、次の日もね。という場合にはこの決算時の処理が必要になるってことだけ頭に入れておいてください。これでいくと1万円最初にチャージした旅費交通費が、スイカの残高ね5000円は差し引いた旅費交通費は5000円だけ計上されていくっていうことになります。ちょっとねこの辺ボケの知識がいるんですけど、こういう風なイメージだというふうに思ってください。じゃあ最後のパターンいきます。最後のね3つ目の手軽な方法なんですけど、支払い時にだけ記帳をしていくという方法です。要は支払っていくときに3月の20日に2000円旅費交通費として使いました、3月25日に消耗品として現金800円っていう形でスイカで払ってるんですけども、このようにその都度都度支払い時に要は処理をしていくという方法です。そして3月31日接待交差費2500円使いましたよっていう風になります。今ねここで3つのパターン全部現金で紹介したんですけど、現金じゃなくてね、例えばね預金で払ってるよ、カードで払ってるよという場合はここが普通預金になりますので、ここの現金のところを普通預金というふうに入れ替えてみてイメージして経理処理の方をするようにしてください。この3つ目のパターンがやはりねシンプルで分かりやすいかもしれません。でも同じように注意点なんですけど、2つ目の方法と一緒にちょっとね決算時の時にねやはり残ってる分を処理しないといけないっていうことだけ覚えておいてください。じゃあこの 1,2,3 のね3つのパターンあるんですけど、注意点はこれですね。どの方法も明細や領収書が必要になってきます。この方法を使うから明細や領収書は入れませんよということではないので、しっかりそちら明細や領収書の証拠は残しておきましょう。またメモをしておくといいです。やはりねスイカになってしまいますと何にいくら使ったかっていうのが分からなくなってしまいますので、こまめに何に使ったかメモを取っておくっていうのもポイントです。こちらの 1,2,3 の方法ね、やはりね発生主義とか現金主義みたいなちょっとボケの経理の知識っていう方もね関わってくる内容なんです。冒頭で紹介した本の中に発生主義現金主義についても解説していますし、またね需要があれば動画の方で紹介していきたいなというふうに思います。それでは次にね、使う時には便利なのに後々ねここをポイント押さえておかないと大変な目に、要は面倒くさいことになるよっていうところを解説します。めんどくさいを回避ですね。スイカやペイペイ便利だからね、皆さん電子マネーよく使うと思うんですけど、このめんどくさいを回避するためにポイントがいくつかあるので順番で紹介していきたいと思います。ここを押しておかないと便利だったはずの電子マネーがめちゃくちゃめんどくさいっていう風にね確定申告の時期に思ってしまったりするので、それを予防するために使い方のコツを教えます。まず一つ目のポイントです。明細書はこまめに保存、要は明細書をこまめに出しておきましょうということです。どういうことかと言いますと、スイカやカード、ペイペイなどの履歴、要は利用履歴というものには期限がありまして、2年前3年前という風にね遡ることができないんですね。履歴が期限がありまして消えていってしまいます。または使えば使うほど件数が増えてきますので、件数が多くなると過去のデータが削除されていってしまって見えなくなるなんてことがありますので、ここは気をつけてください。ですのでスイカやペイペイまたは電子マネーを使う方は、明細書はこまめにデータを引き出しておく、 PDF で保存しておくことをお勧めします。申告時期になって1年分出そうと思いますと遡れなかったデータがなかったとか、もしくは大元に連絡をして出してもらって、まあ、手数料が例えばかかったりとかできないんですよって断れて、そこをなんとかみたいなことやり取りをしてるだけでも時間を損してしまいますので、明細書要は利用履歴はこまめに出してください。でもしくはここで利用履歴が消えていってしまうと証拠がないっていう風になりますので、経費の計上自体を諦めなければいけないというようなケースもね発生してしまいますので、きちんとしましょう。そして2つ目のしてはいけないこと、要はねやっておきましょうということなんですけど、仕事とプライベートを混在させるっていうのはやめた方がいいです。ここはきっちりと分けましょう。どういうことかと言いますと、スイカやペイペイなどの電子マネーに仕事で使ったものとプライベートで使っているものがごちゃごちゃに混在してしまうと、後々めんどくさい処理が待ってます。どういうめんどくさいのが発生するかまたね後で解説するんですけど、とにかく仕事とプライベート
ペイと混在するっていうのは NG、 要は面倒くさいを回避するには必要だと思ってください。そして次のポイントです。シンプルにしましょうってことです。じゃあシンプルにするって具体的にどうすればいいですか。例えばスイカで言うと旅費交通費のみで使うっていうふうにもう使い分けてしまうってことです。またはスイカをねどうしてもプライベートでも使う方は仕事用のスイカとプライベート用のスイカ2枚を使い分けるっていう方法も一つの方法です。またペイペイはかなり明細や履歴を追うのが大変になってきますので、そしてどうしてもペイペイってプライベートも入りがちなんですよ。なのでペイペイはもう仕事の経費で使う時には一切使わない。ポイントのキャッシュバックキャンペーンとかいろいろあるのでプライベートで楽しむ、もしくはプライベートで使うっていう風にするのはすごくおすすめです。使ってはいけないっていうわけじゃないんですけど、面倒くさいを回避するにはポイントですよっていう意味です。とにかく混在しないようにするってことですね。そしてさらにもう一つね、ここもシンプルにすると助かる、まあ、要は面倒くさいを回避できるよっていうのは、勘定科目が混在しないようにするというのもまたポイントになってきます。ですのでなるべく電子マネーはシンプルにする、要はこっちは仕事用で使うけどもこれはプライベート用というふうにここもしっかり分けるのがコツになります。それではね、次のスライドでこの勘定科目が混在したり仕事とプライベートが混在するとどういうことになるかっていうのを見ていきます。はい、こちらですね。これね、スイカの会員メニューのとこなんですけど、こういう会員メニューのところがこのご利用明細書の計算書みたいなこう出すとこがありますので、利用履歴こちらの方で紹介をしてください。これはね、他の電子マネーもそれぞれ自分のね作ってる、もしくは登録しているものがあると思いますので、そちらの方利用明細書、履歴明細書を出すようにしてください。じゃあ実際に明細書の例としてね、スイカの利用明細書の例サンプルを持ってきました。このようにね細かくダーッと出てきます。じゃあここで先ほど紹介したようにどうしてシンプルにする必要があるかっていう理由を解説していきます。例えばこちらですね、交通費に使った、これはプライベートの支払いだ、これは接待交際費だっていう風に混在をしていると、これを一つ一つピックアップをしていって、これは何に使ったんだっけ、これはプライベートのなんでご飯行ったんだっけ、いやこっちのご飯は接待交際費だよねっていうことに、もうこの作業を1年分拾い出すだけでも膨大な労力がかかることになってしまいます。せめてねこの仕事用とプライベートは分けるっていうのが第一段階です。仕事だけの経費だけ落としておけばまだ楽になります。それでもじゃあこの下の例でいきますね。こっちはねプライベートと仕事がミックスされているものです。じゃあこの下なんですけど、じゃあ仕事用の経費だけスイカで使うよ、ペイペイ使うよっていう風にしたとしましても、結局勘定科目がミックスしていくと全部拾い出さないといけないんですね。これは交通費に使った、これは接待交際費に使った、これは消耗品を買ったんだったっていう風に、結局勘定科目ごとに全て洗い出さないといけなくなるので、プライベート仕事がミックスされているよりは楽になるんですけども、この勘定科目を拾い出すという労力が発生してしまいます。ですのでおすすめは、例えばもうスイカならここが全部旅費交通費、要は全部仕事用の交通費のみってなると、いちいち拾い出さなくても金額だけ分かっているので、あ、これは全部旅費交通費で打っていけばいいなっていう風になるので、すごく楽になります。これを知ってるか知らないかでね、後々になって、うわーやらかした、これ全部処理していかないといけない、要は分けていかないといけないんだという風に後で気づくことになりますので、先手を打ちましょう。またね、今年の経理始まったばっかりですので、今年からはこのようにシンプルにしていきましょう。はい、まとめです。先ほど言った3つのね帳簿の付け方紹介してったんですけど、経理処理は統一なるべくしてください。今年は1番の方法、来年は2番の方法、その次は3番の方法みたいな風にはちょっとねバラバラにすることは NG ですので、一度選択したやつはなるべく継続して使うようにしてください。そして電子マネーのポイントはシンプルがベストです。難しいようにね、あっちもこっちも手を出さないようにしましょう。特にね仕事用の経費だけにしておく、電子マネーは仕事用はこれでしか使わないという風にきっちりと線を引くと経理が楽になります。そして便利だとはいえね、どん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 使ってしまって手を広げてしまうとやりすぎは NG になります。複雑に逆になってしまいますので、せっかくの便利なものがこれをね使ったことによって後々申告時期や決算の時にね大変な目に遭うなんてことはならないように気をつけましょう。電子マネーはね、やはりシンプルにするっていう風にね、じゃあ一つしか使えない、どうしよう、その他はどうすればいいのってね思う方いると思うんですけど、その場合はやはりカードをうまく併用するっていうのも手かと思いますね。デビットカードみたいなものですと、その場その場で1行ずつ通帳にね跡がついてきますので、そういう方法を使うっていう場合もありますし、電子マネーは仕事ではこれだけって決めてしまってカードとうまく併用するっていう方法もあります。もちろんカードもプライベートと仕事がごちゃごちゃになってしまうとまた拾い出すのが大変になってきますので、カードも2枚持ち、プライベートと仕事きっちり分けることをお勧めします。
自営業向けあなたのビジネスがうまくいきますようにということで本を出版しています。 Amazon 楽天ブックス、また Kindle 版もありますので、ぜひよろしくお願いします。 Amazon の税金部門常にランクインしております。どういった内容になっているかと言いますと、1つの9に対して2ページから4ページぐらいにギュッとまとまってますので、読み切れがすることができますのでおすすめです。ビジネスや税金経理のことって自分で情報を取っていかなければならなくて、誰も教えてくれませんので、ぜひこういうもので学んでレベルをね少しでも上げていっていただければと思います。また私は税理士川南のオンラインサロンを運営しています。メリットは3つあります。1つ目、オンライン上で質問相談をいつでもすることができます。2つ目、定期的にねサロンズームを開催しています。これはメンバー同士情報交換をしたり、私にズーム上で直接相談や質問をすることができる。これが2つ目のメリットです。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。どういうふうにビジネス考えてやってるのか、 SNS でどうやって集客をしてるのか、 YouTube や TikTok その他 SNS の裏側も全部オンラインサロンのみに投げていってますので、これが3つ目のメリットになります。月額制で Facebook の非公開グループで運営してますので、ぜひ気になる方は概要欄の URL から飛べるようにしてますので、ぜひチェックの方お願いします。はい、それではチャンネル登録お待ちしております。高評価ボタン、コメントや感想をいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。また SNS として、 Instagram は 1.4 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが6万人になってますので、ぜひその他の SNS も覗いてみてください。同じように概要欄から飛べるようになっています。はい、本日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。申告時期終わりまして、また今年度スタートしてますので、皆さん経理は貯めないように今からコツコツしておくと、次の確定申告がぐっと楽になりますので、一緒にね経理についてこの動画で学んでいきましょう。まだねこれからもね自営業のお役に立つような情報やね動画内容を投げていきますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。それでは税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。